皆さんこんにちは。玉城里奈です。富澤えりかです。中川智子です。加藤里奈です。主人公の長谷優希くんとヒロインの藤宮香織ちゃんの醸し出すホワホワ感に包まれていて、平和じゃないようでいてとっても平和で、すっごく可愛い物語になってます。生身の人間がやっていることによってちょっとリアリティがあるところとかありそうでない、この世界観がなんか見てたらやっぱ空気で伝わってくるんじゃないかなと思って。見どころはさきちゃんのあのホワホワしたが忘れっぽいとこ、一緒にやっててあバカだなと思いつつ可愛いよね。現状を見たくなるような、いやでもなんといってもやっぱりね、主役の2人がもう可愛い、可愛い。いやもうまやちゃんの笑顔が本当にもう可愛い。ちょっと見た時にニコってなんかハートに突き刺さる笑顔で、時が止まる。藤宮さんって存在するんだなみたいな、思った感じ。藤宮さんできる人間がこの世にいるんだ。すごい。今回の舞台は本当に出演者が若いので。私女子高生役の中で最年長なので、ちょっとそこ負けないように来ていただいた方にフレッシュな魅力をお届けできるように頑張りたいと思いますので、ぜひ見に来てください。あんた